どうも皆さんこんにちは、ケンです。今回ホンダドリーム熊本店さんから CB400 スーパーボルドールをお借りしました。僕といえばキャンプ、そしてバイク旅だと思うので、旅人目線、そしてキャンパー目線で CB400 スーパーボルドールを見ていきたいと思います。今回実際に CB400 スーパーボルドールでキャンプしてみたり、日本一周で使うならこういうところがいいみたいな感じで、バイク自体のレビューというより、このバイクならこんな感じで遊んでみたい、こう遊べるみたいな視点で動画を作成したので、バイク旅やキャンプツーリングをしてみたい人にとっては参考になると思います。ちなみにこの動画、ホンダドリーム九州さんが記事にも取り上げてくれました。動画では語っていない裏話も書いてあるので、概要欄に URL を貼っているのでチェックしてみてください。ちなみに動画の後半に今回使用したキャンプ道具を一気に紹介しています。この動画の目次はこんな感じです。キャンプ動画が気になる方は最後の方をご覧ください。ということで、ぜひ最後までご覧ください。どうも皆さんこんにちは、ケンです。めちゃくちゃお久しぶりです。2021年7月1日でございます。今回の企画は、もし僕が CB400 スーパーボルドールを買ったとしたらという、テーマでお送りしたいと思います。この動画を見ている人に最初に言っておきたいことがあるんですけども、僕ですね、バイクのことに関してはもうズベのど素人でございます。僕が分かるのはね、旅のこと、そして、キャンプのことしか分かんないんで、今回は、旅人目線で、そしてキャンパー目線で、スーパーボルドール、このバイクがどうなのかっていうところを、見ていきたいというふうに思います。なのでね、バイクが好きな人からすると、ちょっと物足りない動画になるかなというふうに思うんですけども、バイクを使って何がしたいみたいな、こんなことしたい、キャンプツーリングしたい、日本一周したいと思ってる人にとっては、参考になるんじゃないかなというふうに思っております。ということで、私が今現在向かっているのが、ホンダドリーム熊本店で借りたんで、せっかくなんでね、熊本県の阿蘇山に、向かおうかなというふうに思っております。阿蘇山のキャンプ場を一泊押さえてるんで、今回一泊して、24時間パックで楽しんでいこうかなというふうに思います。早速なんですけど、キャンパー目線、旅人目線でこのバイクはどうなるかというと、一言で言うとめちゃくちゃいいと思いました。その理由の一つがですね、僕164センチ身長が、ね、めちゃくちゃチビなんですけど、164センチでも、両足べったり、つきます。なんでですね、キャンプツーニングとか、日本一周とかってなると、たくさんの荷物を、バイクに積むと思うんですけども、たくさん荷物積んだ結果、重心が高くなって、そして重くなってっていう感じで、こうバランスが悪くなるんですよね。またがっていて、バイクにまたがっていても、重心が高くなるんで、フラフラしたり、風の影響をもろに受けたりみたいな感じで、結構こうバランスを崩したりして、立ち動きの回数が多くなるんですけれども、背の小さい方でも、安心して乗ることができると思います。もう一つこのバイクで気に入ってる点が、僕が乗ってるバイクが CB400SB スーパーボルドールっていうやつなんですけど、普通の CB400 との違いがですね、このカウル、ハーフカウルの違いがあります。でこれがあることによって、風がダイレクトに体に当たるわけではないので、長期間、長時間の走行の時に体の疲労っていうのが軽減されるかなというふうに思います。まさにね、日本一周とか旅とかに向いてそうなバイクだなというふうに思いました。景色すごい、見てください、これが阿蘇山です。ホンダドリーム熊本店からもうほんの1時間ぐらいで、来れるところなんで、皆さんもね、熊本来た時はぜひ行ってみてください。めちゃくちゃ景色がいいとこです。このね、一直線の道が、僕が一番おすすめする場所なんですけども、ここでね、カメラ構えて撮影するとめちゃくちゃかっこよく映ります。なんでちょっと一旦ここで、止まってちょっとカメラタイムにしましょう。旅人目線での CB400SB のいいところ3つ目なんですけれども、CB400 ですね、この僕の今持ってるこのハンドル、このハンドルの下側にパカッて、ね、開く収納ボックスがあるんですよ。で右側が鍵なしで、左側が鍵ありの収納ボックスなんですけど、鍵ありってすごく不便じゃないですか。でもこれなんと、鍵を開けたまま使用することもできます。特にね、日本一周中とかね、料金を払うこと、どっかの施設に入場するときとか、高速道路とか、高速道路はあんま使わんと思うけど、なんかの施設に入場するときとかってすごくお金の出し入れ、財布の出し入れすると思うんで、チケットの出し入れとかね、そんな時にこの収納ボックスはすごく便利だなというふうに思いました。タンクバッグほどの容量はないけれども、タンクバッグとは違うね、便利さが
あるとなと思いました。ここかな今日の宿は。左方向、こっちでいいのかな。今回のキャンプ場は倉坂温泉桜キャンプ場です。有料のキャンプ場なんですけど、朝9時まで入れる天然温泉付きのキャンプ場です。今回カメラの三脚も倒れるほどの強風だったので声を入れてなかったので、キャンプシーンはアフレコでいきたいと思います。撮影の数日前に髪を染めたばっかりで、まあ、ちょっと青いんですけれども、まあ、気にしないでください。今回使うテントはモンベルのクロノスキャビン2型というテントです。このテントホンダのロゴがついているテントで、キャンプツーリングに特化したテントなんです。今回最大風速10メートルを超えるような風だったんですけれども、クロノスキャビン2型は風に強くて朝まで飛ばされることなく快適に過ごすことができました。ここにモンベルとホンダのロゴがついています。大きな前室がついているので、タナックスのツーリングバッグを置いてバイクを入れたとしてもまだまだ余裕のある大きな前室です。これは別日に撮ったものなんですけど、屋根を作れば CB400 スーパーボルドールを屋根の下にすっぽりと入れることができます。ちなみにアフリカツインも入ったので、バイクで持ち運びるのかかわらず大きなテントです。バイクを入れたとしても裏側にも出入り口があるのでとても便利なテントです。椅子を組み立てていきます。デザートウォーカーという椅子で骨組みを組み立てて椅子を張ればあっという間にローチェアになります。付属の足4本を差し込めばローチェアからハイチェアにすることもできるので、1つ持っていれば様々なキャンプシーンで活躍します。テーブルはアルミ製の軽量テーブルを使っています。2枚のアルミを組み立てるだけなのであっという間にテーブルになります。今回のベッドは DOD のバイクインベッド。ポールを2本差し込んで足を4つつければベッドに早上がりします。寝袋はスームルームの寝袋。今回春ということで新規一点新品のものを出しました。値段は9000円と手頃な寝袋ですが、国内メーカーの2万円レベルの寝袋と同等の温かさなのでとてもおすすめです。今回のテントクロノスキャビン2型はテント内にベッドを置いて、タンクバッグやヘルメットを置いてもかなり余裕があるテントです。今回の晩ご飯はスパイスから作るカレーです。実は僕クッキング教室に1年半通っていて、そこで習ったスパイスから作るカレーを今回作りたいと思います。まずお米をウコンに入れた水に30分以上つけておきます。玉ねぎを炒めてクミンシードを入れます。クミンは粉よりも種の方が食感があっておすすめです。大きな鍋に玉ねぎを移して水を入れてトマト缶を入れます。今回使うのは以前の動画で紹介したカツオとキノコが入ったキャンプ缶を使います。コンソメを2粒、塩、ブラックペッパー、ガラムマサラ、チリパウダー、ケイジャンシーズニング、カレー粉、最後に隠し味でコーヒーを入れます。このコーヒーを入れることで作りたてのカレーなのにまるで2日目のようなコクのあるカレーになります。少し煮詰めれば完成です。水につけておいた米を火にかけてご飯を炊きます。お米に水をつけている30分でカレーを作って、お米を炊くのに30分計1時間で粉を混ぜれば誰でも作れるカレーなのでとてもおすすめなカレーです。今回はキャンプ缶を使いましたが、1缶100円のトマト缶や 200ml のトマトジュースでも作れます。スパイスは十数回使い回しができるので、一度スパイスを集めれば簡単に作れてしまうのがおすすめなポイントです。日本一周とかで全国を回り、そのご当地食材を入れたカレーを作りながら旅をするなんてのも楽しそうですね。ほとんどはスパイスから作るのでゴミが出ないのもバイク旅やキャンプツーリングに向いていると思います。今回使用した焚き火台はトークスの焚き火台です。今回のカレーはガスバーナーなどを使わずに全てこの焚き火台一つで調理しました。拾った薪とかで十分楽しめて、350ml 程度のコップぐらいの大きさで持ち運べる小さな焚き火台です。少ない薪で楽しめるのでバイク旅やキャンプツーリングに最適です。カレーを食べた後また風が出てきたので、この日は早めに焚き火を切り上げて天然温泉に入ることにしました。このキャンプ場は内風呂と露天風呂の2種類の温泉があって、どちらとも朝9時まで入り放題なのでめちゃめちゃくつろぐことができました。
温泉に入った後は冷えないうちに早めに寝袋に入って就寝することにしました。翌朝は昨夜よりもさらに風が強かったので早めに撤収して次の目的地へ向かうことにしました。ちなみにクロノスケビン新潟は朝まで吹き飛ばされることなく、温泉のおかげかもしれないんですけど、むしろ今回めちゃくちゃ快眠できました。よし行きましょう、4月2日2日目なんですけれども、ご覧の通りめちゃくちゃ今日風強くて、ちょっとね食パンとかメッシンで食パンとか作ろうかなと思ってたんですけど、ちょっとこのね風じゃ無理なんで、今日は、このまま帰ろうかなというふうに思います。昨日ね阿蘇山を通ってきたと思うんですけれども、阿蘇山のね一番まあ有名なスポット大観峰っていうところをね通ってないんで、今日大観峰を通ってから、ホンダに帰りたいと思います。CB400SB いいところ4つ目なんですけれども、このバイク、シート下に収納スペースがあります。でその収納スペースっていうのが、まあ、結構大きなところで、まあ、拳4つ分ぐらい入るんで、まあ、ETC つけたりね、まあ、ETC つけた後に、GPS つけたり、まあ、書類とかもそうですけど、ドライブレコーダーの本体みたいなやつを、この中に入れても多分まだもうちょいスペースがあると思うんで、まあ、結構いろいろなんかこの収納ボックスの中に入れることができます。まあないよりね全然いいかなというふうに思います。ということで、阿蘇山の大観峰というところに、着きました。ここがですね、まあ、阿蘇山でいう、まあ、一番有名な観光スポットかなというふうに思います。じゃじゃーん、大観峰でございます。ちょっとね何枚か写真を撮っていきたいなというふうに思います。あの電波塔みたいなのがあると思うんですけど、あっちにねこう回っていくと、あっちに展望台みたいなのがあるんですけど、まあ、せっかく来たらね行こうかなというふうに思うんですけれども、この映像は別日に撮った映像なんですけど、ご覧ください。晴れてる日はこんなにもいい景色が見えます。ホンダドリーム熊本店から1時間程度でこんな景色に出会えるので、熊本に来た時はぜひ大観峰に足を運んでみてください。また秋冬に来るとこんな感じで小麦色になります。この動画はこの左側のバイクの人が撮ってくれたんですけど、めちゃくちゃかっこよく撮れてて、大観峰付近は写真スポットがたくさんあるんでめちゃくちゃおすすめです。一方暖かい季節に来るとこんな感じで緑豊かな大自然を見ることができます。今回の動画ちょっと天気が悪かったんで雰囲気つかめないかもしれないんですけど、まあ、こんな感じの景色があるっていうのを知ってほしいなというふうに思います。今レンタル始めてから134キロ走ってるんですけれども、燃費が 25.8 だそうです。リッター25でタンクが18リットルなんで450キロ走るのかな、満タンで450キロ走るならもう全然十分だと思うんで、まあ、僕ね KLX とかで日本一周してたんですけど、 KLX ねタンクがすごくちっちゃいんで、まあ、1日2回とかね朝晩、給油しなきゃいけなかったりで、僕の今回の乗り方が、まあ、動画を撮りながらそして写真を撮りながらこう何度もストップアンドゴーを繰り返してるんで、まあ、どちらかというと日本一周中のような旅中のような、バイクの乗り方をしてるんで、まあ大体満タンで450キロ走るって考えると、まあぼちぼちかなというふうに思っておくといいかなというふうに思います。ということで今まで CB400 のいいところだけを言ってきたんですけれども、旅人目線キャンパー目線での、ちょっとデメリットというか、もうちょっとここがちょっと不便だなと思って感じたところ、2つあります。1つ目が、僕今 GoPro Hero 7で、この動画を撮影してるんですけれども、7ですねちょっとね録画されてるかされてないかちょっと見にくいんですよね。押して本当に録画されてるかっていうのはこうやって鏡を見て確認することがよくあるんですよね。まあ、撮れてなかったら大変なんで、僕のこの目線とこの鏡がすごい離れてるんですよ。伸ばしても鏡に届かないぐらい遠いんで、あこれ録画できてるみたいな感じでこう確認しなきゃいけないっていうのが、まあ、元ブロガー目線でちょっとあれかなっていうふうに思いました。もう本当これはね普通の皆さん乗ってる皆さんからするとめちゃくちゃどうでもいいことかなというふうに思うんですけども、まあ元ブロガー目線でキャンパー目線 YouTuber 目線ではちょっとそこが、遠いなというふうに思いました。がもう一つ旅人目線キャンパー目線であれって思ったのが、このハンドルを左に目いっぱい切るとこのホーンがですねタンクバックに当たっちゃってプーっていっちゃいます。この問題は CB400 だけに限らずどのバイクでも、起こりうる問題だと思うんですけども、ちょっとねこの24時間のうちに結構な回数プー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 っていっちゃうわー、もちろんねタンクバックによりますし、タンクバックの取り付け位置にもよるんで、まあ、一概には言えないんですけれども、まあ、日本一周する人とかはもうほぼ100でタンクバック、使うと思いますし、まあ、ツーリングマップとかねここに入れると思うんで、あとはまあキャンプツーリングとかでも荷物が多い人とかはねタンクバッグに財布とか入れると思いますし、まあ、何かとねタンクバッグ使う機会が多いと思うんで、
まあ、CB400SB でタンクバッグを使おうかなと思ってる人は、まあ、自分の使ってるタンクバッグが、こうハンドルを目いっぱい左に切った時に、ホーンに干渉してないかっていうのを、確認してから買うといいかなというふうに思います。ということでアッサンを降りてきて、街市中に戻ってきました。ホンダドリーム熊本店まであと30分ぐらいかな。熊本って一応政令指定都市なんで、まあ、人口も多いですし、もちろんバイク屋さんとかもたくさんあるのに、まあ、そんな市内からたった1時間であんなね超景色のいい山まで行けるんで、やっぱ熊本っていいとこですね。日本一周中だって。ちょっとピップっていってあれ歩いて日本一周してる人がいて、さっきね日本一周してる人がいたんで、まあ、こっから多分 500m ぐらい後ろかな、今こっちに歩いてきてるんで、まあ、なんか買って渡そうかなと思います。お腹いっぱい食べてもらったなというふうに思います。ただちょっとね彼に渡すものをなんか買いましょう。あれ僕おにぎりとかさ、さっき日本一周してる人がいておにぎりとか差し入れようと思って買ったんだけど、いないんだけど、ちょっと探しに行きますあれどこ行ったんやろ。結構な大荷物やったけんさ、ヒッチハイクやったんかな。あー曲がったんかもしれんな。曲がったら探しきらんちゃけど、ローソン入ったりしてない。あー分からんどこ行ったんやろ。1000円分ぐらい買ったけん渡したんやけど、ちょっとねほんとは24時間で返さなきゃいけないんですけど、まあ、今回ちょっと緊急事態ってわけじゃないけど、まあ本当はね24時間じゃなくて2泊3日借りてるんで大丈夫なんですけど、まあ、動画的に24時間で行けるようにっていうコンセプトのもとやってるんで、まあ、このままね直通で帰ってれば24時間で、あいないなこっちは。でも戻れない。あいた、あれじゃない、あいた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 、あれだ多分あれだ。なんかねあっち行ってんだけど僕こっちからこう来たのに彼あっちにまた戻ってるんだけど、でも私に行きたい、せっかく買ったから。もうこれは僕のエゴなんよ。 CB400SE のいいところ見つけました。やっぱ小回りが来ますね。まあ、こんな風にもうあっちこっちそのこれ結構な車の通りがある、片側2車線の道路なんですけど、小回りが来るからあれどこ行った、小回りが来た、あいたいたいた、ヒッチハイクやってるわ、ヒッチハイクやってるわ、あヒッチハイクやってるわ。オッケーオッケー、声かけましょう。こんにちはヒッチハイクしてるんですか。あれですよね、はい、YouTube 見てます。あそうなんです、何してるんですか。いや見てます公務員辞めて、はいはいはい、そうですそうです、そう日本一周してるっていうの見たんで、はいはい、ちょっと差し入れ買ってきました。ちょっと何が好きか分かんなかったんで、おにぎりとモンスターなんですけど、いいですか。日本一周してるんですか。キャンプしてたんですよね。あ、そうですそうです。見ました、ね、Twitter で見ました。あ、フォローしてるんです。あ、します。マジですかよかった。なんか何してるんですか。ヒッチハイクで逃げなんでなんか仕事辞めてなんかしたらなみたいな。なるほど、海外とか行きたかった。あ、なるほど。ヒッチハイクしてる人がいたんで声かけたら、なんと僕のこと知ってましたなんかインスタとか、ツイッターやってます。東京からにヒッチハイクで日本一周してるそうです。何さんって言うんですか。タナーンです。タナーン、はい、タナーンさんです、はい、よろしくお願いします。九州楽しんでください、はい、ありがとうございます。もし何かあっても僕助けに来るんで、よかったらメッセージくださいすいません、お騒がせしました。いいじゃあ楽しんでください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。てな感じで、なんと僕のこと知ってました。いや、よかったなんかお金ないから金券ショップ行って金券売ろうかなって、めっちゃ受け入れますねタナンさん、後でねツイッターとか見とこう。無事ね、旅が終わるといいですね。ちょっと嬉しいななんかああいうの見ると旅したくなっちゃうよね、やっぱ。あー、やっぱ旅してでね、ちょっとねヒッチハイクとか、ちょっと僕のあれ今回の動画はね、そういったヒッチハイクとかの動画じゃなくて、この CB400 を使ってどう遊ぶかっていうところをねフォーカスしないといけないんで、ちょっと話を戻すんですけども、CB400 すごく小回りが効きます。さっきのねこういったこうオレンジのね踏んじゃいけないとことか、展開禁止はないと思うんだけれども、まあ、あちこちあちこちねこの片側2車線車の通りが多い中、あちこち行ったり U ターンしたり、あっち行ったり人を探したりっていうことも、楽々できちゃうんで、これがね大型バイクとか小回りの効かないバイクだったりすると、まあ、そうはいかないと思うんで、CB400 パワーもあるし、荷物もたくさん載せれて、こういったね収納スペースとかもたくさんあって、足つきも良くて、で小回りも効くんで、本当にもう旅とかに向いてるバイクかなというふうに思いました。
やっぱり観光スポットとかね行くとね、こうなんていうかこう U ターンとかしたりさ、こう迷ったりしてね、道中、山の中とかでこうあれここじゃないあっちじゃないとか Google マップが変なとこ刺したりして U ターンしたりするのがあるんで、まあ、そういう時にね坂道だったりするとこう U ターンした時にこけたりするっていうのはまあよくあることなので、まあ足つきも良くて本当に小回りが効くっていうのがもうバイクにとってはもう何よりも大事なことだと思うんで、それが全て備わっている、まあ、身長164センチのチビの僕でもそれができるんですごくいいバイクだかなと思います。はい、ということでホンダドリーム熊本店に帰ってきました。ちょうどレンタルしてから24時間で帰ってくることができたんで、今日のルートめちゃくちゃおすすめなルートでございます。今回のルートであればこのホンダドリーム熊本店初で、24時間で阿蘇山とそしてキャンプまで楽しめるんで、めちゃくちゃおすすめなルートでございます。詳しいルートだったり、今回したこのキャンプの装備とかこのね、ホンダとモンベルコラボしてテントとかもね、使ってるんですけども、そういったものの詳細に関しては、概要欄の方に貼ってるので、詳しく知りたい方はぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。次の動画はこの青いホンダとモンベルのロゴがついているテントを紹介したいと思います。ではまた。ちなみにこの動画はホンダドリーム九州さんが記事にしてくれています。動画の裏話も書いてあるので概要欄に URL を貼っているのでチェックしてみてください。ということで CB400 スーパーボルドールでのパッキングやキャンプの話をします。今回使用したシートバッグはタナックスのキャンピングシートバッグです。このバッグ可変式で59リットルから75リットルまで大きくすることができます。このバッグ4箇所をバックルでバイクと固定するんですけど、バッグの前の方は CB400 のサス付近に取り付けてきましたが、後ろの方にはいい場所がありませんでした。ウィンカーにつけようかなと思いましたが強度がなさそうなのでやめました。タンデムバーにはこのように隙間があるので固定できません。最終的にタンデムバーの前方からぐるっと持ってきて固定しました。バーに固定用フックがあるのでなんとか取り付けできたという感じです。このフックがなかったら取り付けられなかったのでめちゃくちゃ助かりました。僕が日本一周した時のバイク VT250FG にもフックなどはなかったのでナンバーに取り付けできるバーなどを使用しました。現在はたくさんの種類があるのでこういったパーツを使用すればシートバッグを固定するのには困ることはなさそうです。CB400 はシートの後ろに手のひらサイズぐらいのスペースがあります。このようにギリギリまでシートバッグを下げて固定できるので乗っていてもシートバッグが背中に当たらないので快適に走行が可能です。例えば CB1000R だと全くないですし、アメリカンタイプのレブルだとあるけどデッドスペースになっていたりと、この部分がフラットでありシートバッグを設置できるバイクはそんなに多くはありません。日本一周やキャンプツーリングをしたいと思っている人はこの点を頭に入れてバイクを選ぶと快適な旅になるかなというふうに思います。サイドバッグを使用する場合は CB400 は少しもっこりしているのでサイドバッグもこのようにへこみがあるか、もしくはバイクの形に変形するようなシートバッグを選ぶといいと思います。ということでキャンプ道具の紹介です。今回紹介したキャンプ道具の購入先は概要欄にも貼っているので気になる方は概要欄をチェックしてください。シートバッグはタナックスのシートバッグ、僕が20歳の頃日本一周した時から使用しています。予備の寝袋はネイチャーハイクの寝袋を使用しています。椅子はハイとローを切り替えできるデザートウォーカー、テントはモンベルのクロノスキャビン2型を使用しています。このテントは次の動画で詳しく解説します。巻き入れに使用している袋はメッセンを買った時に付属していたものです。寝袋はスームルームの寝袋、羽毛量 800g で外気温約5度まで耐えることができます。ヘルメットはノーランの N70X2 というものを使用しています。フルフェイスかつバイザー付きのメットは国内メーカーのものもあるといえばあるんですけれども、他とかなり被るのでノーランを選びました。このメットは顎の部分が外れるので水が飲みたい時とか顎に設置したカメラの調節とかで便利です。インカムは4000円ぐらいの安いやつを使っています。タンクバッグはジビで可変式のものです。ベッドは DOD のバイクインベッド、このベッドをおすすめする理由は足が4つあるので安定していることと、実は他のベッドよりも横幅がかなり大きいのでゆったりと寝れるからです。ライトは3つ、ソーラーのものも薄く収納できるのでどんなシーンでも活躍します。左側のゴールゼロはフラッシュライト機能もあるので重宝します。オレンジ色のレッドレンザーは完全防水なので
大雨の日でも安心です。3つのうちどれか1つを持っていれば十分かなと思います。この映像で見てほしいのは調味料ではなく CTR 風呂敷です。 TG ラッパーというもので風呂敷同士がくっつくのであらゆるものも無駄なくぴったり包むことができます。強度はかなり強く、このぐらい引っ張っても取れないので、キャンプ道具からカメラ、パソコンなどをあらゆるものに使用可能です。ガスバーナーは外の ST310、コップはチタンシングルを使用しています。僕はキャンプでパンを作るので、シリコン製のマットも持っています。水はエバニューのウォータージャグに入れています。このジャグ、上部が完全に開くので、乾かすときに便利です。枕はロゴスのスカイマルチクッションタイプ B。この枕は高さを変えることができる数少ない枕です。8年近く使用しています。この他にも軍手やまな板、パンを焼く時の炭など細かいものがあります。防寒着にはモンベルのダウンジャケット、下着などの着替えは服専用の圧縮袋に入れています。以上が今回使用したキャンプ装備です。今回タナックスのシートバッグにこれらを全て入れたんですけど、結構余裕で入りました。今回寝袋を2つ持って行ってますし、春から秋用の装備だと思うんですけれども、夏だったらさらに荷物を減るので、タナックスのシートバッグ1つだけでこの動画のようなキャンプは十分にできると思います。水3リットル入れた状態でシートバッグを大きくせずに全てすっぽり入ったので、結構コンパクトなキャンプ道具かなというふうに思います。シートバッグの左右についている小さな収納スペースとか使わずにこれなので、この道具をベースにアレンジすればタナックスのシートバッグ1つだけで日本一周とかも余裕だと思います。パックしたシートバッグを乗せるとこんな感じになります。日本一周とかキャンプツーリングだとごちゃごちゃしがちですが、洗練されていて CB400 スーパーボルドールの雰囲気も壊してないかなというふうに思います。キャンプツーリングする際はぜひ参考にしてみてください。今回の動画、ホンダドリーム九州さんが記事にも取り上げてくれたので、気になる方はそちらの方もチェックしてみてください。ということでキャンプ道具紹介もこれで終わりたいと思います。ではまた。